こっちの部隊が死んじゃった。資源を失いました。でも消えちゃう。敵の城を制圧。捕らえたり。ちょっとご飯がないから今は何もできないね。できることはやるけど、ちょっと3月になるまではこのまんまですね。さっき取ったやつだな。ここを奪い返しに来た。別にいいや。とりあえずここにいる人たち。攻めていきたいけどお金がない。お金もご飯もない。何もできない。
そう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 。とりあえず上を攻めていくしかないね。とりあえずこっちを取ろうか。とりあえずここを研究して、まだご飯が足りないからここのやっといて、こっちにもあるから研究、これやっとくか。研究の速さが速くなる。で、ここは開発。どうしてこういうやり方をするかというと、ここら辺開発しても取られちゃうから、今開発するのやめといて、こっちもやめといて、こっちの方をね開発しとこうということでございます。ちょっとめんどくさいからここは一気に建てちゃおうかな。ちょっとここは工房を潰して、
佐藤は金がない。金がない。町並みを失いました。いいんです。こっちの方は困るけどね。いいんです。ここを取りに行きたいな。ここを取りに行くためにはちょっとね、この5000をかき集めてこよう。線をここまで持ってとりあえず6月まで何もできない。いいんですよ。こっちの方はしょうがないんだよ。ここは奪われた。今度我が領内に敵が向かっております。今ね、ここが奪われる。6月まで何もできないんです。手段何でもない、何でもないよ。目指せ6月。もう潰したい。
ょっと足りないな。もうちょっと兵力が欲しいな。でもな、こっちから持ってくるわけにいかないんだよな。こっちから1万ぐらい持ってこようかな。1万、同じ割合で。ここが取られた。楽しいことならいっぱい。あ、いや、なんでもない。6月まで何にもできないんだよな。今度はこっちだね。この辺を奪いに来ております。今度ね、こっちが欲しいんだけど、こっちからね、狙ってるやつがいるんだよな。ご飯がないから攻撃もできない。6月に入ったらできるようになるかもしれないけれど、あんまり無理はしたくないんだよね。街中を失いました。今ここがこっちの勢力が手を伸ばそうとしている。6月になりました。歩兵、この状態でセーブしとく。新潟県の方、新潟県の方を取りたいんですね。阿賀の新潟県の北部って感じです。そしたらですね、もう直接行っちゃおう。こいつらとちょっと全勢力で行っちゃおう。あと
柴田。諸勢力の部隊が出陣しました。街並みを失いました。戻っていく。かしこまりました。街並みを制圧しました。ここは欲しいな。陣を変えよ。鬼方が外門を破壊しました。速やかに陣を変えよ。一気に突き崩せ。ご飯がない。お金もない。歩兵ができない、今なら歩兵がちょっとできるかもしれないな。ここが足りないから歩兵をしとこう。もうお金がないんだけど、
やめとこ。できればご飯がなくなる前に手に入れたいけど、あと1万2000ぐらいだね。先が遠いな。あと9000、ご飯が4000。ご飯の方が先になくなりそうだね。若干どうかな。先にご飯がやっぱりなくなるね。しょうがないね。これは9月になればまたご飯が復活する。しょうがないな、ご飯がもうない。兵糧がそこをついた。9月までに何もできないな。片倉さん、志村さん、なんだこれ、わらばさん、伊達さん、まあいいや、いちいち読むことない、伊海道さん、ルスさん、牧野さん、新関さん、中野さん、姉小路さん、ガタタ？わかんない。本末伊藤さん、笠井さん、新田さん、津田さん、本堂さん、有馬さん、諏訪さん、とりあえず
とりあえず柴田城を手に入れたので今回はここまでということにしようか。